Ladies and gentlemen, this is Counterfactual Radio. Check it out. お待たせしました。こんばんは。せーの。カウンターファンクションでーす。イエーイ。どうも。さあ、本日ね、祝前日、3月の19日、はい、渋谷のエイジアにてのライブ後、このコーナー F レディオです。こんばんは。こんばんは。です。チャキーン、カチン、クニクニ、クニン、ウィンクシン、変身。どうも中井です。こんばんは。変身しましたよ。皆さんお待たせしました。ただものではないこの男。変身後の中井です。どうもこんばんは。イエーイ。今日もね、たくさんのアンケート。はい。エイジアという渋谷のど真ん中。はい。クラブでね、僕たちライブやらさせてもらったんだけど、最高でした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では早速ね、このアンケートにどんどんお答えしていきたいと思います。オッケーよ。いきます。はい。厳選だね。もう。いきます。ドクターのりきちさんとお知り合いで、こんなところでばったり会えるなんて光栄でした。バンド全体もものすごく良かったです。男子。ですね、これは多分、はい、やらせです。あればったりなんか会ってない。なるほど。ばったりですよ。こればったりですか。でしかもドクタードラマーだけだね、これね。あ、ドラムだじゃないですよ。ドラムだったんですよ、これ。ドラム乗り切っちゃったんですね。なるほど。なるほど。じゃあ次いっちゃいますね。じゃあどんどん。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ次です。とても楽しかったと思います。1曲目が好き。お、バースデー。あ、そうだね。はい。生まれたね。安倍さんって誰ですか、中井くん。来ましたよ。ですね。僕の。はい。友達なんですけれども、はい、ただ彼には難点があって、はい、チャラいんですよ。なるほど、下心アベなんですね、これ。ナンパする時はもう完全に土下座ナンパですから、だからですよ。はい、ありがとうございます、智弘さん。安倍さんはそういう方です。はい、ありがとうございます。よろしく。はい、さあ、とてもかっこよかったです。はい、木村くん、ありがとう。ありがとうね。書いてありますね。着替えは人前で、うん、今日は MC で、スミさんがいじられなかったのでラジオでいじってください。うーん、やべえなこれ。来るか来るか来るか。でもね、うん、でもだけど前に出んのは自分次第だから、うん、力がないから出れないんだよ今日。いじられなかったのはてめえのせいだと。そうだよ、すいませんでした。次回から気をつけます。ありがとうございます。切れてるなちょっと。イエイイエイ。切れてるぞなんか。いじられるはずじゃねえんだけど。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ごめんなさい、今日は遅刻してしまい、中井くんの渾身等身じゃなく更新だね、更新等身等身ですね。中井くんの更新じゃなくて渾身の生きていくことのみ聞かさせていただいた30代目前ゲルシーでした。ゲルシーです。ありがとうございます。ゲルシーこれ、はい、わお。タクシーの髪も短くて、中井くんのセクシー生着替えも堪能できたので良かったと思います。着替えってなんすか。なんかよくわかんない。まあ、明日からも頑張れそうでございます。うう、ありがとう。とにかくありがとうです。ゲルシーはもうこれちょっとなんかネジ2本くらい外れちゃってる感じですか、これ。着替えってなんすか、これ。生着替えってなんですかね、中井くんのセクシー生着替え。妄想でしょうね。あー、うん、いや、ライブ中に、うん、多分なんか見えるじゃん、うん、2階みたいなところで、うん、カーテンのないところで僕着替えてて多分それ見たんだな、ゲルシー勝手に。欲しがり欲しがりゲルシー、アーティストとしてあるまじき行為ですな。欲しがりゲルシー、はい、欲しがりゲルシー、はい、ゲルシー欲しがり屋さんでしたね。ありがとうございます。また来てください。これからもキャンバスと絡んでね、キャンバス称号。イエイ。おー、イエイ。フレッシュだね。イエイ。イエイ。上から。ねえ。フレッシュだよ。はいはい。ギャグ全部見たい。なんかいろいろと最高。神様最高。ありがとうございます。来ましたね。もう。はい、ありがとうございます。さすが、望月くん。17歳なのに、もう神様扱い。さすがだね。将来がね、不安だよ。いや、これは、もしかすると洗脳されてしまう可能性ある。気をつけてくださいね。望月くん。望月くん。いいね。はい。頼むね。来ましたよ、またこれ。ついに神になられたのですね。最高です。よく笑い、泣きました。ミスタータクシーも入ってましたね。4月4日、新宿 FMV も何卒よろしくお願いします。キャンパスドラムのリサちゃん。ああ。
来ましたね、これ。かわいい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 ね。かわいいドラムを叩く。神なんですね、とにかく。そしてついた神になられたんですよ、やっぱり。やっぱり。ありがとう、本当に。まあ、ただ、この子、博士が昔恋してた子にちょっと似てますね。はい。次行きましょうか。はい。はい、行こう。楽しかったです。最後の曲、セクシーでした。キャンバスのボーカルです。4月8日もお願いします、鈴木くん。おセクシー、セクシー、セクシー。タクシー、タクシー、タクシー。タクシー、はい。あ、次ですね。これまた書いてありますね、これ。長いっすね。はい。お、中井ちゃん書いてあります。中井ちゃん、今日は最高に引き込めてた。少し泣いたよ。さすが。さすがですね、これ。少しこれ、あ、書いてありますね。一番下に。博士、顔が少し大きいから、もみあげからひげのラインを、黒く塗ってみよう。なるほど、これは、芸者じゃん、それ。メイクの裏技ですね。わかりました。はい、ありがとうございます。これも、あれですね。常連、広瀬さんです。お、大好きなね。ありがとうございます。先輩の先輩で。うん、先輩の先輩の先輩。ありがとうございます。いや、待って。先輩の先輩の先輩の先輩だわ。何個上ぐらいになっちゃう、うん、人生のもうかなり上の方ということで。その通り。ありがとうございます。次ですね。泣いちまった。カウファンに抱きしめられたぜ。なるほど、楽しかったです。カウファン好きです。ありがとう、元気が出たよ。レッドブルパーリーやってルンタ。ねえ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 、褒めすぎ。だいたい、いや気持ちがいい。だいたい泣いちまってたからね。ありがとうございます、ありがとうございます。 ねルンタもアーティストだから、そうですね、ぜひ頑張ってもらいたいです。ぜひカモンです、上にね、お願いします。はい、はい、次ですね。1曲目から好きです。またライブ行きます。山本周平くん。おお、絵に描いたような名前ですね。さあ確かに。山本周平君。山本周平君、うん、いそうな中、知ってそうなね。また周平君来てください。よろしくお願いします。はい、さあ次です、初めて見ました、面白かったです、うん。ギャグもツボでした。また機会があればぜひ見に行きます。ドラムさんかっこいい。おお、ボーカルさんツボ。とにかく笑えます。そのキャラ好きです、ね。キャラクター重視の話になっちゃいましたけど。まあねー、はい、うん、ドラムさんがかっこいいってことはこれ中君要するにんドラムさんがかっこいいってことは舐めてますよ、はい、冷やかしですこれ、はい、これ田中さんです。はい、はい、あ、田中でお礼、ありがとうございます。田中さんとのめっちゃかっこよかったです、うん、南くん19歳女子だよ、南さんだ、え、南さんこれすごい、ね、あ、女子だ、いいじゃん、南さんありがとう。絵に描いたいような名前ですね。いい名前だよね、はい、初めて見たけどかっこよかったし面白かったです。京一です、うん、出ました、京一、京一、まあ、京一つかまあ、ね、大体1でしょう。あなたは、はい、京二です。はい、ありがとうございます。ゴールデンコンビ。さあ次ですね、はい、あ、3回目見ることができて嬉しいです。覚えててくださってありがとうございました、うん、おでんちゃんです。何回見ても素敵でまたまた感動&爆笑してしまいました。かっこ笑い。また見に行きます。 ありがとう、おだちゃん、ね、ごめんね、おでんちゃんって呼んじゃって。おだちゃん、おでん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 ちゃん17歳。本当にそれこれ封鎖できません。おだ さ, お だ, さん、おださん、これは封鎖できません。青島くん、うん、はい、次です。はい、来ましたよこれ、ね、中井邸のね、中井くんの弟子誰だ、渚ちゃんです。おーオーマイコンブカモン、アーティストだなって本当に思いました。ファンクさんの歌には心があってとても好きです。ドラムも相変わらずのうまさでびっくりしました。また来ます、ありがとうございました。うん、渚でお礼。ちょっとお前、渚ちゃんにまだちょっと教育足りねえんじゃねえか。なんで中井くんのね、とても仲がいいカウンターファクションの中でも、うん、スミ君のことが一切書いてない。これどうしたこれ。いや、耳が良いからじゃないかな、多分。そっか、ミンに耳が良いのもやっぱダメだな。それでもそれでも渚でオレイ。ありがとうございます。さあここでね、カウンターファクションからなんと、うん、お詫びのお知らせがあります。何、先ほどですね、入り口で中井くんの隣の先輩ね、うん、先輩の田村くんが僕にね、アンケートを書いてよって言ってくれてた、そのアンケートをなんと
どこかに紛失してしまいました。お前が俺。この場を借りて田村君には全力で、まあカウンターファンクションおよび隅からあの、はい、はい、謝りの言葉をじゃあお送りしたいと思います。お詫びの、はい、一発ギャグぜひのぼちゃんから行きましょうか。はい。いいよ。ええ何何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 何待ってるよ。お待ちしております。夏の予想ごめんなさいね。ありがとうございました。じゃあ次行きますか。はい、次がなんと最後ラストの、はい、アンケートになります。ちょうだい。はい、最初面白いです、うん、曲もお客さんの心をつかむのが多くて良かったです。ドラムのセッティングも良かった。あ、やっぱ まあ、ちょっと時間かかっちゃいましたけど、そうですね、はい、東京事変みたい、うん、おお、ありがとうございます。新宿は遠い。なななななな。あれ、リンゴさん。お疲れ様です。違うか。みかんさんだから。よろしくねみかんさん。はい。ねみかんさんよろしくお願いします。ということで、ひとみさん。お。あ、アンケートありがとうございました。ね、最後に長谷が書いてもらった。うん、ね。ここですね。ありがとうございます。さあね、今日もたくさんのバンドとね。たくさんのアンケート、はい、いっぱいありがとうございました、うん、はい、でカウンターファンクションもう少しねもっともっとねでっかい箱で斜め前のねオンエアリストにまた返り咲くために、そうだね、あカウンターファンクションまた頑張っていきたいと思います。もう結構でもね、うん、今年ね乗ってるぞ。そうなんだよね、俺もちょっと気づいてたんだけど、そうなんだね、なんかリンゴをみかんで持ってったあのあたりからちょっと今日乗って今年あたり乗ってんじゃねえかなっていう。いだって今日はね、うん、ライブの前にタクシーと天下一品食べたから、うん、タプタプだからもうね今日ね、なるほどね、こってりしてるから今日、なんせ天下一品だからね、こってりしてるから今日俺天下取っちゃうぐらいの気持ちになっちゃってるわけだね。本当そうだ、はい、はい、へーん誰これ言えないけどね、うん、ラジオではタクシーと中井がなんかすごい楽しそうなやつねえ、俺いやもう今日はもう全員で、じゃあせーのけーんね、博士はね、天下一品食うとちょっと調子悪くなるっていう、もっぱら噂ですけど。弱いからね、はい、腹がね。ね、というわけで、本日もたくさんありがとうございました。はい、ありがとうございます。ね、今日もじゃあ最後に中井くんからね、はい、天下一品なギャグを。わかりました。うまいね。いや、もう乗ってますから、今年。わかりました、はい。やりましょう。お願いします。くらえ、鼻くそ爆弾、ドゥルル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